な特技を持つジャニーズを紹介します。全国レベルの特技や仕事にもなっている特技など様々見ていきましょう。大野智、嵐、カイガ。特別な才能はなく、絵は好きだから描いている。歌もダンスも好きだから極めたくなる。好きなものを極めたい、その思いで作品と向き合ってきた大野さん。ジャニーズジュニア時代に事務所退所を考えていた大野さんはイラストレーターを目指そうとしていました。大野さんがイラストにハマったきっかけは小学生時代の友人のかっちゃんの影響。嵐に仕上がれではかっちゃんにたびたびイラストのダメ出しをされていて、まさに師弟関係だったと語っています。過去に3度フリースタイルという個展を開催しています。個展を開催するだけではなく、多くの有名アーティストとコラボをし、その才能はコラボしたアーティストからも高く評価されています。加藤茂明、ニュース、作家。加藤さんが創作の楽しさに目覚めたのは高校3年生の国語表現の授業です。この授業は鬼ごっこを200字で説明しなさいなどユニークなテーマを出すことで知られており、加藤さんはどう書いても単位になるから好きに書こうと腹をくくり、心の中の鬼がとインパクト抜群の冒頭を書き出しました。すると教師や同級生に大受けし、物語を綴る楽しさに目覚めます。2011年にはピンクとグレーで小説家デビューを果たし、発売後累計45万部を超えるベストセラーとなっています。2020年3冊目の小説となるオルタネートが第164回直木35賞にノミネート。2021年1月21日には本屋大賞の候補作にも選ばれ、作家として広範な支持を獲得。こちらは最終的に8位にとどまったものの、第42回吉川英治文学新人賞を受賞しています。八乙女光、平成ジャンプ、イラスト。八乙女さんは雑誌やテレビなどでもイラストを披露することが多く、個性あふれるタッチが魅力的です。そんな八乙女さんの代表作はキュープーです。キュープーとは平成ジャンプのメンバーをイメージしたキャラクターのこと。平成ジャンプのコンサートグッズにも採用されており、マスコットキャラクターとして定着しています。クルスケ、サボネン、ユージック、ケイトル、ダイキング、ユウヤセーバー、イノテリ、ヤブンブン、ピータンと、それぞれの特徴や好きなものを捉えた仕上がりが可愛らしいです。これを見ると八乙女さんは何かを表現するためにイラストを描くというよりも、メンバーへの愛情がイラストという形となっているように感じますね。実際衣装デザインを担当するなどグループに貢献することが多い八乙女さん。その器用さを生かしてこれからもグループを盛り上げていってくれるでしょう。佐藤俊里、セクシーゾーン、俳句。中学3年生の時に全国小中学生俳句大会で入賞した経験があり、自らをセクシーゾーンの俳句担当と呼ぶ佐藤さん。2012年に発売されたセクシーゾーン2枚目のシングル、レディ・ダイヤモンドの感想でも俳句を読んでいます。曲中に俳句を盛り込むという斬新なアイデアは、佐藤さんが俳句を得意とすることを知ったジャニーさんの発案だったようです。佐藤さんの才能を見抜いたジャニーさんは佐藤さんに作詞を勧めました。佐藤さんは生きてよ、エブリデイ、ラブ、ユー、同じ空の下、好きだよなどの楽曲で歌詞を書いています。岸優太、キング&プリンス、足をつる。神宮寺優太、キング&プリンス、空手。 CDTV アーティスト FILE のメンバーの特技を調査する企画で、神宮寺さんは特技である空手を披露しました。そんな神宮寺さんは小2から中2でジャニーズに入所するまで空手をしていました。初段で黒帯を所持していて、中学生の頃は全国総合空手道全日本選手権で2位になった実力を持っています。高橋海人、キング&プリンス、漫画。高橋さんの漫画デビューはジャニーズジュニア時代に趣味で描いていた絵を編集部に持ち込んだことがきっかけでした。まず高橋さんは別冊コミックで2018年漫画家を目指す企画、アイドル時々少女漫画家をスタートさせました。ただ絵が上手いから漫画家になれるなんて甘い世界ではなかったので、
有名漫画家さんに教えてもらいながら漫画家として成長していくという企画でした。そして別コミ5月号には僕のスーパーラブストーリー王子と男子は紙一重というタイトルで読み切り漫画14ページで少女漫画家デビュー。主人公の男の子のイメージは平野翔さんでしたが、だんだん自分に近くなっていったそう。ちなみに主人公のお友達のイメージは岸優太さん。さらにジャニーズと僕が連載スタート、キング&プリンスのノンフィクションの4コマ漫画です。基本的に事実に基づいた作品にするそうで、キング&プリンスの今がわかる作品でファンにはたまらない漫画になりますね。阿部亮平、スノーマン、円周率100桁の暗唱。向井康二、スノーマン、ムエタイ、テニス。向井さんは中学校では軟式テニス部へ所属していました。ちなみに向井さんの2学年上のお兄さんも同じテニス部に所属されていたようです。そのお兄さんの影響もあったかもしれませんが、何でもアニメテニスの王子様の影響もあったとか。しかも向井さんはなんとそのテニスの実力は奈良県1位になったこともあるほど、ジャニーズとして有名になる前から全国大会に出場しテニスで名を馳せていたことになりますよね。過去にムエタイを習っていたことやテニスでの活躍を考えると運動神経はかなりいいようですね。松村北斗、ストーンズ、空手。松村さんは小学校1年生の時地元静岡県で空手を習い始めました。空手を始めたきっかけはテレビで空手を見た時に、戦う手段としてだけではなく空手という表現技法の美しさに強く惹かれて道場に通い始めたそうです。空手初段の有段者で小学校5年生の時には全国大会に初出場し関東賞を受賞。中学1年の時には静岡県大会で2位、またその冬の全国大会に出場も果たしています。県大会2位でも十分すごいように思いますが、当時はとにかく勝ちにこだわっていたらしく、2位になってボロボロ泣いたりしてましたと語っていました。また中学では静岡県の代表強化選手に選ばれていたので、もしジャニーズじゃなかったら東京オリンピックを目指してたかもとも語っていました。森本慎太郎、ストーンズ、空手。森本さんは小学2年生の時に関東大会で2連覇をしています。その後全国大会で4位、親子ペアの部で出場した大会では3位と入賞を果たしています。この頃優勝すると父親が外食に連れて行ってくれるのがとても楽しみだったようです。大橋和也、なにわ男子、押し相撲。道枝俊介、なにわ男子、合気道。小学1年生から6年生までの6年間合気道を習っていた道枝さんは、V6 のコンサートを見学に行った際、特技は合気道ですと発表します。すると岡田准一さんが、お、じゃあかかってこいと。かかっていった道枝さんは岡田さんに手首をつかまれ、逆にひねり上げられてブリッジのような格好で倒されたそう。それで大阪城ホールの1万5000人の前でこんな体勢になって岡田くんから出直してこいって言われましたと、それからは特技を傘バランスに変えたそうです。以上、意外な特技を持つジャニーズを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。